亀を折ります。まずこちらを三角に折ります。三角に折ります。袋を開いて四角く折りたたみます。裏返して同じように折りたたみます。こちらの辺と折り目を合わせて三角に折ります。反対側も折ります。袋を開いて折り目で折りたたみます。裏返して同じように折ります。こちらを1枚下に下ろします。じゃあ、1枚倒して上に折ります。こちらの角の部分に合わせて折ります。段折りします。角を内側に折ります。こちらの角と角で反対側に戻します。こちらの部分を斜めに折って手の形にします。反対側も折ります。こちらを中割り折りにします。裏返して上にめくります。こちらを、折り目より少し上で戻します。こちらを途中まで切ります。こちらを外側に開きます。裏返して軽く山折りにします。こちらで完成です。